そして時間感覚、はい、The time is yesterday、はい、時間は昨日だと、うん、エリック・アリケス、このドイツの哲学者は4つの性格タイプの世界観を定義した人物であると。ガーディアンは SJ ですね、伝統、習慣、過去との連続性の守護者とみなしていました。これは S 型は通常好奇主義、チャンス、好奇、はいはいはい、好奇主義的な SP のように今に焦点を当てないことを意味します。またロマンティックな NF のように、はい、明日に焦点を当てることもないと、はい、そして科学的な NT のように、時間を超えた感覚に、感覚っていうのはインターバルに焦点を当てることもないと、うん、むしろガーディアンたちは昔の日々に思いを馳せ、うん、人々が生計を立てていた時代、うん、製品がしっかりと作られていた時代、うん、昔のもののように作られていない、まあ、これは現代がそうだってことですかね。いや、はい、昔って自分の手で作ってっていう確かなものっていうことなんですかね、はい、これは多分この維持できてる、昨日は維持できてるから今日があるみたいな感じじゃないですか。だからその昨日の状態をずっと維持していたいみたいな。だから新しく改革するとかっていうのはあんまり好まない。昨日よりも今日はよ、明日はもっとよくって、そこがなんか昨日が最善なんですよっていう感覚。生きてますからね。生きてますから。だから昨日を維持できれば今日も生きれるはずみたいな。だから過去に意識が向いてる。いや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 。明日いかに素晴らしいかじゃないですか。まあ今ですよ。今がいかに楽しいかですよ。明日のための今日の我慢ですよ。今ですよ。僕的には今ですよ。はい。はい、むしろ学校が規律を保ち、3つの基本教育の科目に豊富な宿題を与えていた時代を懐かしく思います。ガーディアンたちにとって新しいこと、即興的なこと、革新的なこと、新しいことは多分 NF なんですかね、はい、即興的なことっていうのは SP なんですかね、うん、革新的なことっていうのは NT なんでしょうね、はい、なことは伝統に冒涜的にさえ移り、はい、確かに時間を重んじた伝統にとってそれは不安定であるか、屋根の上のバイオリン弾きのテビエが言うように、伝統がないと私たちの生活は屋根の上のバイオリン弾きのように揺れ動くだろう、うん、不安定だってことですね。不安定を嫌ってんじゃないですか。この過去への尊敬が他のどのタイプよりもこの S 型に習慣の生き物としての性質を説明しているかもしれないと。 S 型は日常生活においても忠実に同じルーチンに従うと。 S 型は毎朝同じ時間に起きるのが好きで、同じルーティンに従って身なりを整え、同じ道を通勤に使い、同じ時間にレストランで仕事を、食事をし、同じ買い物をし、同じブランドを購入し、さらには同じ店員に接客してもらうことが好きだと。ガーディアンたちは、古いやり方が一番良いと言い、古い犬には新しい芸を教えられないとも言います。このガーディアンたちは、しばしば、その伝統主義を家族に集中させます。はい。S 型は家族の所有物を大切にし、所有時間が長ければ長いほど良いと考え、財産、家族の歴史の宝物である相続財産やコレクション、アルバムの手入れをすることに大いなる満足感を感じます。その価値が金銭的な意味でどれほどであろうとも、家族の歴史の宝物としてそれらを大切にします。また、家系図の追跡と更新を真剣に行うのは S 型であり、誕生と死亡、結婚と洗礼を追跡し、すべての家族の儀式が年月を経るごとにますます重要になることを知っています。
しかし一般の社会でもガーディアン、SJ たちは高齢者に対する大いなる尊敬と長寿の感情を抱いています。古い建物が取り壊され、古い木が切り倒されるのを見ることを嫌います。まるで年齢そのものの重要性。これが社会の層での特定の地位をもたらすかのようですと。ある意味で、この SJ の S 型は、自分たちの社会や家族の歴史家であり、過去を尊重し、歴史の教訓の価値を重んじ、この伝統的な知識を伝えるのが歴史家の仕事だと思っていると。うん。どうじゃないですか。なるほど。はい。まあ、機能の維持じゃないですか。まあ、S、ここで S 型っていうのは多分 SJ の、ね。SJ の S 型ですね。はい。にちょっと読み替えました。はい。はい。機能の維持ですよね。多分。はい。はい。何も変えなければ戦争も起こらないし。この時間感覚は面白いですね。はい、皆さん、どうなんですかね。僕、そういう意味では、はい、自分のことを悲観的だとは思ってるんですけど、はい、ある意味楽観的ですね。多分、二等辺の悲観的って、はい、なんか、うわーみたいな悲観的じゃないですか。感情的な。うわー大変何か嫌なことが起こっているって感じです。でこの人たちは現実的な悲観的だから、もしかするとああいうことが起こるかもしれないから、それに備えねばっていうのをひたすらやってる感じですよね。そうですね、はい、私みたいにこの彼女を見て、はい、はあ、戦争が、はい、今この僕は日本で楽しんでいる、はい、これはいいことなんだろうか、はい、人質たちの気持ちを忘れてしまっていいものなんだろうか、はい、っていうのじゃないですね。っていうのじゃないですよね。まあ、考えるとしたら日本で戦争が起こったらどうするかみたいな、それに備えればですよね。はい、で僕もそれに備えればだと、はい、じゃあ選挙に出て、はい、なんか先導してね、はい、こっちに来いよって何かをやろうよって旗を振った方がいいのかなって、はい、じゃないですもんね。もっと現実的な感じじゃない、シェルター作った方がいいんじゃないかとか。私は現実的じゃなかったですかっていう、その未来を変えようみたいな話じゃないですか。そうです。皆さんの意識を変えようです。昨日の維持ですもん。だから本当にこう、なんかミサイル飛んできたらどう自分を守るかみたいな。日本を変えようじゃないんですね。日本を変えようじゃないですよ。で、それに備えて、もう飛んでくるんだったらもうそれは宿命だと。なるほど、なるほど。はい。そうですね、はい、飛んでくる運命だった、運命だって、もう備えてミサイル飛んできて、もううちに直撃したらそれはもう運命だと、それに備えなかった俺たちが悪いと、はい、なるほど、